でどうなんですか先輩の新作はちょっと音楽映画で、うんまあ、アイナ・ジ・エンドさんって、うん、あのミュージシャン、うん、あのすごい才能のある子がいて、うん、でその子とねあのたまたま自分でその本を書いてる時にたまたま何かで見て何かっていうか、うん、まあちょっととあるあのライブにゲスト出演してて「うん、えな何だろうこの子」っつって。うん 調べてったらうわこの子しかいない気がしてきたと思ってすぐ事務所になんかアポ取って、うん、なんか今後のスケジュールで相手そうかどうか聞いてもらったら向こうも何かやってみたいってなってじゃあやろうみたいな感じでそこからだんだん元はねでもすごいちっちゃな話で、うん、うんちょっとそこは桐谷さんとなんか対極な気がしてるんだけど、うん、なんか自分のなんか物語作りってうん 意外とひょんなとこから始めてひょんなとこから始めて膨らましていくというかだんだん自分のまあ今まで生きてきたこととかなんかあのそことシンクロさせていって循環させていくみたいな感じである程度こう煮えてくると勝手に物語がこう吹き出してくるみたいなところをずっと探すような作り方をしてて。今回もだから本当は、ね なんかもう本当にすごいちっちゃな映画でいいだと思ってたのが、うん、なんかだんだん膨らんできて <laughs> 結構な,なんか対策メーター分量になってきて <laughs> <laughs> 膨らんできたなっていうね <laughs> でもなかなかあの手応え感じつつうん,うんすごいねいつ公開公開はね秋秋うんでも編集は自分で触るんですか あのね僕とまあ編集マン一人入れて、うん、なぜならばその、まあ、見てもらったけどもうち現場で編集しちゃうから、うん、それの時の編集マンがいてくれてまあ現場で撮り終わって撮りながらこう編集していくわけですよ。うん、でそれ一回終わったらもうだから終わった段階であるとつながっちゃってるわけですよ。うん、確か,に確かに、うん、だからそれをまたあの今度は僕がそれをバーって編集していくそれでまた送ってえー、っとまあ いろいろ編集してもらってまた戻してっていう,うん、うん、その行ったり来たりですよね。で今回それに対して音もそれやってたから、だから編集一回編集してそれに S.I つけて音楽もつけて、それでまたそれを戻してもらってそれをまた編集してでそれをまた戻して音もまた編集してもらってってうん、うん、それのも行ったり来たりも永遠やってたんですよ。でそれもまあ今までのやり方だとそのいわゆるもう一回 絵をロックしなななないいいいと音つけらんないみたいな話じゃないですか、うん、でもそれはどうにかできないのかって言い続けて、うん、それでもううちのスタッフがそれを可能にしてくれたまあ人力でしたよね結局最終的には、うん、でそれでもいいっていう人たちだったんで、まあ、ありがたい話でそれに付き合ってくれて大変だったと思いますよ、うん、でそれをやりながら出来上がっていったんですよ、ねまあね、ちょお話。 あのしてきましたけあちょっとねあのこれを最後宣言をしちゃってるんですけどうん、うん、まあ、ね、桐谷さんも自分のなんかこう感情のねあの気持ちの赴くままに生きる人だからそ,のそれでいいのかなと思いつつ、うん、でもまあねやっぱ新作これを作った人の新作は見たいですよね。<laughs> ありがとうございます。ゆっくり待ってますよ。 うんいやでも本当これ最後に言わせてもらいたいんだけどやっぱりもう,もう苦しかったですよねあ<ー>苦しいじゃないですか苦しいこと、ね、だからそれって現場に入ってる時だけじゃなくて家にいても何なら人の映画見てても何やってても常に何か考えてるでしょ。うん、常,常にに何が次の作品に向けて アイディアだったりとかいろんなことがフル回転で常に四六時中頭の中回っててそれに対してまあ人からの非難であったりとか誹謗中傷であったりとか <laughs> ありとあらゆることを耐えながらやるわけでしょ。<ー>でなんかそれはまあ僕の場合だけど20年だけどやってきてやっぱすごい自分が傷ついてるんだなって思ったんですよ。う それでどっかでもなんかコンピューターの周りに座るのも嫌だったしその脚,なんか脚本書くとか編集するとかもそうだしだからまあ映画っていうものがもう見れなくもなっちゃったりとかしちゃってたんですよねまあ今もそうだしだから一回これはもう止めないとやめるって言わないと止まんないで止まんない限り 本当に僕はこれが正しい人生なのかもしくはその映画が好きなのか愛してるのかってことすらもわからないっていうことうだからもうそこは悩みましたよ正直これ言うべきなのかこれはだって言わなくたって別にいいわけじゃないですか言わなくて作ってあヒットした。 よかったでもそれでまあな,んなんとなくフェードアウトする、うん、自分の中でやめとく手もね <laughs>、うん、自分の中でそれかまあ続けようでもいいんだけど、うん、結局今本当にこの作品まあ昨日見てもいただいただけなんだけどすごく評判がいいんですよね、うん、評価今までのさっきの一番評価が高いと思う。うんうん、であだったらやめないやめるって言わなかったらいいのかなって思って見た,こと見たんだけど。 でも言ってそう言わないのであればそれはそれでまたなんか苦しんでるんですようん、うん、それもそれも想像できるんですよじゃあそれに次のやつどうしようっていうなんかそういうなんかわかりましたねうん、うん、次が次に追い立てられる感じだけど一回それをストップかけなきゃいけないっていうのはすごく思いました分かんないですよ本当に来年になったらまたやるとか言ってるかもしれないし5年後やるかってやるっていくかもわかんないしただもう一回とにかくもうお別れしようって。うんうん ね、好きな恋人に「いつも僕たち争ってばっかりじゃんと」うん「いつも喧嘩してばっかりじゃん」で「一回ちょっとお別れしよう」うん、じゃないと僕は本当に君のことが好きなのかどうかも分からないし君も俺のことが好きなのかどうか分からないっていう気持ちです。俺も結構ね人には言ってないけど何度もやめてる気がするね。あでしょ <laughs>、うん、や,めやめるよ、うん、やめるというかやめちゃったってこと いやもうこれが最後と思って毎回やってで次っていう時ももう完全に忘れてるというか次の作品作ろうと思ってない時期を過ごしてたりすることもやっぱあるもんね。でしょ僕そうだと思うんですよ。うん、よく次な次回作まだですかって言われるとえ次回作なんかもう作んなよって思ってる自分がいる時期もありますよね。 まあ今はまあちょっと作りたいのがいくつか手元にあるんで、うん、今は活動時期ですけど、うんうん、なんか無理してまで、ね、作る必要ないしなんかこう、うん、なんかネタも作りたいものも何もないのに無理してやることでも、ね、ないから、ね、そ,うかそうなってっちゃう、うん、そうなってっちゃうのがすごい,いそ,そこで追い立てられても、ね、追いててられて何かを作らなければいけないって思っちゃって、うん、っていうのがすごくよくないと思う、うん、すごいよくないと思うそれは不健康だと思う、うん でまあ結局のところ、ね、お客さんに見せるもんだし、うん、まあそこはかなりなんだろうあのい言ってもやっぱ身を削ることにはなるしそだから相当ねあの自分の身を削り時間を使って、まあ、相当の時間をかけて まあこれでもかって、やってやっとお客さんの2時間を得れるみたいな仕事だから、まあなかなかそうだよね。過酷だよ。過酷です休んだりやめたりしながらじゃないと続かない仕事だよね、それはね。うんうん、確かにそれはそうだと思うわ。うん、<laughs> でもなんかちょっとほっとしましたよ。うん、先輩もそういうこと思ったことあるんだっていうの。いや、思いますよ、それはね。うん でも多くの創作者がそうだと思いますよ。<ー>アスリートもそうだと思うし常にどういつやめるのかと思いながらやってると思いますよそうじゃないとつらすぎますよ本当に。うん